名古屋市中区白川公園に隣接する古城学園、通称後年大学。入学資格は60歳以上で、彼らが持つ豊富な技能や経験を社会に活用するための教養や知識を身につける高齢者のための学びの場だ。多様なニーズに合わせるため4コース10選考を開設。年齢も経歴も異なる高齢者が地域社会への恩返しを胸に再び学生生活を送っている。環境専攻2年生の辻隆さん、現役時代は大手建設会社で鉄橋の設計や施工を担当していた生粋のエンジニアだ。会社中心の生活だったもんだから、今まで地域で何もせずに来たけども、やはり地域に助けられていることは随分あるわけですよね。なんかお手伝いしたい、そんな大げさな地域貢献じゃなくて、なんかお手伝いしたい。そんな思いを胸に古城学園に入学した辻さん、自らの経験を生かし地域に貢献するための術を学んでいる。いわゆる環境の話ばっかしを聞いてるわけじゃないんですよ。一般的な常識の話から環境に特化した話まで、すごい幅広い講義があるんで、自分の趣味が広がったというか、世界が広がったような感じがします。そんな学園生活をより豊かにしてくれるのは友の存在。動機や目標はそれぞれ異なるが、皆地域社会への恩返しという同じ志を持っているからだ。地域専攻2年生の渡辺桃子さん、自動車関連の会社を経営していたが3年前に引退、母の勧めにより古城学園に入学した。実は自分の母親がここの卒業生で、すごい出て楽しくて、今でも今年5になるんですけども、それでもお付き合いがあって、母がどうしても行けっていうことで、最初はね、今更と思ったんですけども。そんな渡辺さん、週 1,2 回の授業に加え、週1回のクラブ活動や体育祭、文化祭などの学園生活を過ごす中で、その心境は大きく変化したという。外から見れば本当にお年寄りの集まりだと思うんですけども、中に入ってるとそれはないんですよね。不思議ですよ。これは昔のなんていうの、学生時代と同じような感覚。もう一度青春させていただいてますので、本当に学校に感謝してます、はい、共に学び、共に語らい、充実した2年間の学生生活を送り、卒業を迎える。そして卒業後も活動は続く。クラスやクラブ活動で得た仲間と共に、また名古屋市内の各区に組織された古城会で各自地域活動を行っているのだ。卒業生の吉田さんもそんな一人だ。堀川とか鶴舞とか、ああいうところをですね、お掃除したり、子どもに対しておもちゃの遊び方、それから氷かきしましたね。宇治金時一生懸命作ってね、皆さんに提供したりとかね、卒業後地域でのボランティア活動を続けたことで、吉田さんはある思いを感じているという。恩返しってこともいい格好じゃなくて、若干できる範囲でですよ、達成感ってほど大げさなものじゃないんですけれども、義務を果たしたのかなっていう。あなただけができる地域貢献を私たちと共に目指してみませんか。